皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学方程式の9回目、今回は比例式についてお話しします。前半では比例式って何ということと比例式の性質、後半では比例式の解を求める、この練習を3問やってみます。 A 対 B と C 対 D、 この2つの比の値が等しいとき、 A 対 B イコール C 対 D、 このように表すことができます。この式を比例式と言います。比例式には性質があります。どんな性質かというと、 A 対 B イコール C 対 D とこのように並んでいたとき、イコールを挟んで内側の B と C を掛け算した掛け算の答えと、外側にある A と D を掛けた掛け算の答え、この2つの答えは同じになります。式で書くと AD イコール BC と、こんな性質があるんですね。例を使ってもう少し詳しくやっていきます。ここに3対 X イコール9対15、このような比例式があって、ここに X が入っていますよね。この X がいくつになるか求めるときには、この性質を使って外側の3と15をかけたもの、内側の X と9をかけたもの、これが答え同じなので、つまり9x イコール 3×15 と、このような式ができるんですよね。 9x は45、両辺を9で割って x イコール5と、この x の値は5ということが計算で求めることができました。では後半で練習問題3問やってみます。A 対 B イコール C 対 D の時、 AD イコール BC になる、ね、比例式のイコールを挟んで外側同士をかけたもの、内側同士をかけたもの、その答えは一緒になる、こういう性質ですね。この性質を使って練習問題3問解いていきます。括弧1番 X 対6イコール8対5となっています。イコールを挟んで外側に X と5、内側に6と8があります。ですから X と5をかけた 5X、 これ外側ですね、イコール内側の6は48と、こうなりますね。 5X は48、両辺を5で割って X イコール5分の48と、これが括弧1の答えです。答えが分数になると間違ってるんじゃないかなって感じる人、慣れない人いるんですけれど、そんなことはないです。答えが分数になることはよくあります。では括弧2番です。3分の1対 X イコール2対12と、こういう式ですね。イコールを挟んで内側に X と2、外側に3分の1と12があります。まず内側の X と2をかけたもの、つまり 2X イコール外側の3分の1かける12と、ここは約分しますね。と 2X は4となって、両辺を2で割ります。 X は2、これが括弧2番の答えということです。括弧3番4対括弧 X プラス3括弧イコール2対5と、このように括弧の中に入った式の場合でもこの性質は同じなんですよね。この内側同士をかけたもの、その答えと外側同士をかけたもの、この答えが一緒になるということです。X が入っている部分を左辺に持っていくので、2と X プラス3をかけた2括弧 X プラス3括弧閉じイコール4520となります。分配法則で括弧を合わせします。
2x プラス6イコール20になりますよね。6を移項します。 2x イコール20引く6と 2x イコール14、ね、2x イコール14になりました。で、両辺を2で割ると x イコール7と、これがカッコさんの答えということです。で、今回は比例式の性質、イコールを挟んで内側同士をかけたもの、その答えと外側同士をかけたものの答えが一緒になった、このことをしっかり覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。